時間じゃないですか的なことを言ってましたさあ蹴れ蹴れともう蹴れなんです。いやー試合終了出てきた見た出てきた強さを見せつけました2年ぶり8度目の優勝です。崩れ落ちました大宮アルディージャ。前澤の頭をこう抱えるようにしてあげました。大宮の長谷川もね無失点できてて唯一の失点で負けですからね、1対0、はい、ただ大宮はバルセロナの本気を引き出しましたね。いや本当だよね、いや素晴らしい戦いでした。こっちも泣きそうになりますね。これカプテビラーですかね。そうですね。いやいい選手ですねやっぱりね。ですよ多分言葉は通じないんですよ全然。いや心から拍手を送りたいと思います。カプテブラは人間的にも成熟してますよ、ね、いや本当ですよ素晴らしいね、はい、今一人だけですもんね大宮のとこ寄ってるのはね。なんか今年の夏はいろんな大会があっていろんな育成の場面をね見させていただきましたし、ね、18から15そして12も見ましたね、はい、そして、まあ、春先というかアンダー16の、ね、大会に乗らせてもらいましたけどありました、ね、まあ、その時にはマリというチームにもう心を奪われましたが、はい、すごかったですねマリ。今日はもうこの大会自体で心を奪われましたね。本当ですね素晴らしいですね。大宮は本当に悔しいと思うんですよ。いやそうですね、まあ、予選勝ち抜かなきゃいけないけど、埼玉はやっぱりライバルが多いです。